じゃあ意気込み教えてください。さっき決定機外したので、うん、もうちょっとゴールに近づいてからシュートを打ちたい。あ、じゃあ頑張ってください。はい、はい、また相手は4年生や。勝ったらすごいから OK、 負けたらもう勝ったらすごい。どうですか意気込みは。さっきの試合見てて相手足速かったから早めにプレスをかけたいです。さっきちょっと迷ってましたか。1回戦緊張してた。思いっきりいけよ。うい、うまい。うい、うまい。いいよ。お、素晴らしい。いいシュート。完璧だね。いい結果。飛び込まず飛び込まずじっくりじっくり。ナイス、よかったね。かわし方が面白い。どっちだ、そっちだ、そっちだ、どっちだ、そっちだ、そっちだ。早いね。さすが。いや、うまいね。同じパターン。こっちおいしょ、うん、からの同じパターン。いやー、うん、いい形だね。よしよしよし、おい、面白い、いい戦い。お、縦か、中だ。いやー、硬いね、難しいね。お、うまい、うん、ナイス、ほい。お、うまい、うん、ナイス、ほい。うん、いや、惜しい。ちょっと最後なかったな。 3-0 か最後。ああいう速い攻撃を心掛けてたよ。4年生 とゆっくりからのダッシュってスピードが速い選手の方が強いじゃん。でも次ゆうりくんと東郷くんです。わーっていけば相手も対応できなくなるから最後の攻撃を、うん、Okay、4年生と戦う時は特に心がけてば。よし、どうですか。決定機を全部決められたので、それでもう負けはないって確信したんですけど、得失点とかが普通の試合だったらあるので、失点をしないようにしました。そうだね。それでもちょっとキングが気張ったりするからね。はい、じゃあありがとう。そうだった、そうだ、強かったか、相手強かった。どうですか。次も、最後がよくできたから、次も同じように最後で、最後のやつみたいにやりたい。そうだね。 OK、 頑張れ。大丈夫大丈夫。